ったやつか。どうもこれ声あんまり届けんから近い方がいいか。どうも、今日の金ラジオということで、今日はねゲストを紹介しましょう。この方です。映しません。どうも、ミルキー塩です。よろしくお願いします。ミルキーラッキー。いやいや近い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 。まあもうごめん、はい、今日はもうちょっとだけ、はい、ちょっとだけ撮ります。すいません、はい、東京にね、はい、来ているということで。ああ。で、はい。知らないおじさんが。知らないおじさんじゃないですか。と思う人が多分多い。いやおじさんじゃないですか。いやおじさんはおじさん。簡単に。かなりのやっぱおじさんですよね。おじさんではないですけど。おじさんではないですか。まあ、来まして朝ああバスでね。あバスでね。これはなんで来たのかはちょっとまだ言ったら、はい、まあ、言ったらぶっ飛ばすから。ああ。わかんないです。まあでも、はい、今あんまり言えないことがたくさんある。ああなるほどね、うん。そういうイベント的なね時系列的な。それもあるし、もうあなたのそのいろんなことね。はいはいはい。はい、コンプライアンスが今すごい、ね、あもうコンプライアンスはねもう気にしてるんでしょ。なんか他人の名前出したらあかんって言われて、まあ言うてるじゃないですか。なんか人の名前出すの、まあ、ビーズとかもダメなんでしょ。だからビーズ僕はビーズの悪口とか言ったら、いやまあさビーズのねファンの方も多いし、ビーズわかんない。ビーズ、いやいやビーズやで。ビーズっていうの、あ、うん、ニュービーズと同じビーズやな。ニュージーンズみたいなことですか。ニュージーンズやな、ね、ニュービーズ。ニュービーズ、ニュービーズってあったやん。ありましたっけ。洗剤で、ああ洗剤、いや発音わかんないですけど、まあそれはまあ誰にまあディスるのは良くないんじゃないですか。それはね、やっぱ褒めるのはいいと思うんですけど、まあね、まあ褒めてもその過激派のファンが褒めてんのに、いやいや、なんでどんどんアップなっていくんですか。褒めてんのになんかそれは違いますみたいな、なんかね、あったりとかね。そうか、うん、まあ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 難しいところですよね。まあでも YouTube やったらまあ多少はね緩いとは思うんですけど、まあほんで今日は今日アップするやつがなかったのよ、はい、ああ金ラジオを撮ってないし、はい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 、今日は東京やから無理やから、はいはいはい、東京って狂った街やから、まあ、そんな狂ってはないです、本当に、まあまあ、狂ってるかもしれないですけど、はい、黒い夢も昔言うてたから、それはあまあ歌詞にありましたけどね、はい、清原さんのね、そう、はい、東京狂った街っていう、まあ、歌詞にありましたけどね。それまではそんな思ってなかったけど、あれはまあそういう、うん、かっこいい意味でそういう狂った街みたいな、ね、いやもうでもほんまもう、はい、それも今清原の過激がアパファンの方に今、うん、なんてそういう意味じゃないですその歌詞はみたいな、今あんたがその清原って言うたのも、はい、なぜ呼び捨てなのか。清原だって知ってる、かまいたち、山内がさ、あはいはい、なんか、はい、ガンツの奥先生のことを、はいはいはい、奥ってしかもそう悪くじゃなくて、ちょっとその分かるやろあんた、漫画沼、うん、漫画何やったっけ、漫画沼ですか、うん、見てるし、ちょっと出たりしてもしてるから、あ出させてもらってますよ、はい、うん、分かるやろあれで、まあ軽い感じで言ったら、はい、それまだ見てないです。そうなんですか。なんで呼び捨てされなきゃいけないんだろう。えそれだけでそんな漫画なんですか。それだけで呼び捨てだけで、呼び捨てだけ、しかもそのなんていうの、ディスるわけじゃなくて、はい、その奥なんか後ろに奥おるんちゃうみたいな、その、はい、奥先生っていうよりは明らかに奥って言った方が面白いなっていうところで、別に悪い意味ではなくね、私だったら分かるでしょ、ね、そう、それでもう、なんだよバッキャローみたいな、それだけでそんなことなってんですか、うん、黒い球体に入れてやろうかみたいな。あガンツが好きなんですね、うん、好きっていうか書いてるかなでも黒い球体に書いてる本人、ああえ本だから本人奥先生やんが怒ったんですか。怒ったよ。あ奥先生やん、奥先生自身が呼び捨てに呼ばんといてくださいって怒ったってこと。そうそうそう、なぜ俺は呼び捨てあんな山内みたいなチンチクリンに呼び捨てされなきゃいけないんだみたいな。そういうことですか。ファンの方じゃなく、そうああだからもうそのそんなにね、それちょっとまあ詳しくは知らないですけど、そんなことで怒るのみたいな人もいるし、いや奥先生の言う通りだと、あの大先生に向かって呼び捨てなんてのは山内がもうどっか行けみたいな、うん、なるほどね。まあどっちの意見もね別に正しいっちゃ正しいですしね、その、うん、奥先生からすると別にそういう芸人のノリとか関係ないっちゃ、うん、関係ないですしね、うん、確かに、まあ
全く分からんかったけど今の。まあそんなんあるからね。そうですね。まあ、今呼び捨てもあかんねんね。だから今呼び捨てしたやんか、ね、今誰を呼び捨てしたんやったっけ今。清春さんですか。あ、清春って言ったやん。僕でも清春さんの歌はほぼ全部カラオケで歌えるんで大丈夫です。いや関係ない関係ない。そう今清春って言ったのは多分もうそれはディスリーに値するからね。でも清春ちゃんはちゃん付けか結構お笑い好きなんで、お笑いのノリとかも分かってる方なんで。あ、そうなんや。はい、全然全然ね、うん、愛があれば大丈夫じゃないですか。大丈夫、はい、広瀬香美並みにね。いや愛があれば大丈夫。あ、歌詞でね。そうそうそう、あるんですね。愛があれば大丈夫。で今回こう全く面白くない、はい、ない話を今してるんですけども、はいはいはい、笑いが起きないように今なんとか喋ってるんですけど、はい、食い止めてるっていう。本当はもっと面白く喋れるのを、はい、笑いないようにないように2人で、ね、やってるんですけど、そこはやっぱりね、あんまり、はい、笑い起こすとね危ないんで、もうえらいことになるんで炎上するんで、そうそう、もうできるだけ起きないように喋ってるんですけど、はい、で、ね、まあ、はい、今日はちょっとだけです。これごめんなさい、気になるって言ってます、はい、特別編。はい、あ、これ特別編ですか。これ特別編です。すごいことになってるんですけど、でももうこんな撮ってる時間もないんで、まあ、何があるか言えないんですけど、ちょっと言えないんですけど、あ、まあ、ちょっともう時間も押し迫ってるのに、はい、こんなことをしてたらね、はい、そう、もう何をしてるんだっていう話なんで、だからもう終わりますけども、もうちょい、もうちょいしたら、そうですね、もうもちろんそうです。なんか近況なんかあるんですか。なんか近況なんか言いたい告知みたいなのあったら。告知、言うても200回ぐらいは見られるんで、これ200回再生ぐらいは。マジか。あの金ラジオは僕のチャンネルの中ではもう全然見られない方なんですけども、200回200回200回は見られるんで、なんかそうあればなんか。じゃあですね、ミルキーシゲを、え、すみません、ミルキーシゲをX、 旧ツイッターの X やってるんで、うん、あとミルキーシゲをチャンネルという YouTube チャンネルもやってるんで。あ、今まだやってんのあれ。そうですね、1年前に更新しました。何やったっけな、はい、何やったあれ、はい、通り部、通り部のなんか思いついたんかなんか知らんけど、通り部のなんかいや、それも斉藤さんよく言ってましたけど、うん、それももう、あ、いや、あれですよ、いや、あかんとかじゃなくて、面白くないから、いや、もう斉藤さんも年いったなと思って、何ちょうど、はい、あれ、通り部がアニメ始まって一番暑い時期なんですよ、はい、僕そのアニメの時期だけ、そのアニメの通り部のアニメをやってるんですよ、その時期だけ。あ、そういうあれがある。それをなんか知らないけど急に通り部をやり出して。そうそうそう、いやだってもう一番暑い時期ですよ、終わってる僕の中ではね。ちょうどアニメが始まっ、アニメのがやってる期間だけ僕通り部やってて、だから通り部ファンからすると、あ、ちょうどその時期だけやってるんやなっていう。それをなぜ今頃通り部を終わってるのにみたいな。ただ通り部ファンは誰一人見てなかったと思う。いや、そんなことない。いや、東京でも通り部のあの時期はイベントいっぱいやってましたし、いろんな各地で。ちょうどその通り部が暑い時期に通り部ファンとしてその YouTube でやってたっていうね、ことなんですよ。ちなみに今は好きなんですか、通り部は。今は好きですよ、通り部。今まだ次のシーズンが今準備期間中で、また次のシーズンしたらまたその取り憑かれたようにまたやりだす。まあ、まだ分かんないですけど、でも途中グダグダになってる時ありましたけど、はははもうないんちゃう、常になかったですけど常になかったですけど、でも次のシーズンのアニメ結構そのマイキー君結構またいっぱい出てくるんで、ネタがどんどん出るかなっていう ね。でもまたちょっと YouTube それ以外にもまた始めようかなっていうのを。そうですね、また、はい、あなたの悪い癖ですぐやめるんでね、なんかこうもう継続は力なりですから、もうね、ずっとやるっていう、ほんまやり続けないよね、あなたね。まあ、トライアンドエラーですね。うん、エラーが多いから、ね。あーはーはー、うん、これ違うなと思ったら、一旦ね、やめて。これ違うなーがね、まあ、ちょっと多いんですけども。まあ、そんな感じで。ぜひね、フォロー、ミルキー仕様チャンネルと、X の。でも、増えたんじゃないの、あの時に。X の。X の。あの時ね、結構増えましたよ。でも増えたよな。僕も言うても YouTube5 年6年前からやってて、うん、確かその時登録者数が28人やったんですけど
42人ぐらいになりますね。親戚の方が多いから、ね、はあ、はあはあ、親戚かき集めた方が多いのに28が42人ぐらいにはなりますね。さすが東リベだなっていうね。もう倍ですからね。倍ぐらい、倍以上いってます。倍いってますから、ね、倍のも掛け算いってますよマイキー、さすがマイキー君だなっていうね、まあ、ぜひぜひね、していただきたい。はい、ありがとうございます、はい、ぐらいでいいですか。いやもう無理やりこっちが喋らせろみたいなしてるみたいな。もういいですか。はい、これ見てね、ほうれん草さんとかもね毎回送ってくれてる、ね、そうですね。どういうコメント、コメントっていうかはがきを、ね、そうだからどんな、ね、はい、ちょっと今メールをすでにねいっぱい送っていただいて、来週やるんですよちゃんと。あ、そうですね、来週は通常通りやるんですけど、それそこまで送らなくていいって言ってるんですけど、もう、はい、ほうれん草さんはいっぱい送ってきてる、まあ、来週それは紹介させていただきますけど、まあ、皆さんね面白い、いやすごいですから、バナザードアップショーさんとかね、ああそうですね、ハルテイオニクさんとか、そうですよね、もうあの大体和音さんとか、大体和音さんとかね、もうすごいですから、あのカーボーイではもう毎週読まれてるような人たちが、あすごいですね、参加してるというね、すごいことですから。なるほどね。いや本当ですよ。金ラジオ、金ラジオ、金ラジオ、あ、はい、そうですよね。あ、確かにどんどんね、増えたらねいいんですけどね、ね、どっかで火事、まあまあ、まあ、いや今すごかったね、火事が、火の元には皆さん気をつけていただきたい。まあまあもちろんそうです、はい、炎上とかのね、炎上の、あうまい、お清原ね、呼び捨てしない、清原さん、いやな、そのはい、もう、はい、いいですいやもう十分取れ、あ、なるほどね、もう東京のこんなね、はい、周りにみんな恥ずかしい、あの白い目で見て、はいはい、見られてるんで今、あ、でも多いですよ、でも撮ってると YouTuber とか多いよね、まあ、東京は多いよ、まあまあね、狂った街ですから、まあ、東京は本当にそういう意味の狂ったかどうか、ね、多いと思うんですけども、はい、まあ、ね、あまりいい感じでは見られないんで、あ、はい、なんか投げ銭みたいな感じで、ね、やられたりしてるんで、あ、皆さんには見えてないですけど、今もすごい蔑んだ目で見られてる、あんまり誰も見てない人もいないですけどそんな、まあそんな感じなんで、はいはい、今日はちょっとこの辺で、わかりました、はい、来週からは普通にやりますので、はい、何卒よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今日のゲスト、はい、シゲオオブミルキーシティオブザミルキーでした。いや、そんな名前じゃない。ありがとうございました。チュイチュイ、長いな、アップ長いな、そんな、いや長いな、そんなアップ、はい、OK。